夫と一緒にチーズのイベントに行ってきました。日本全国から国産ナチュラルチーズの生産者さんが集まり、ジャパンチーズアワード2024にエントリーされた工房の約200種のチーズを試食できる、食べて楽しむファンエリアが目的でした。会場は東京ドームシティプリズムホールでした。ジェットコースター乗りたいね、ジャンプショップも後で寄ろう、なんて会話をしながら会場に到着しました。早く着きすぎたので隣のタリーズコーヒーで時間を潰して待っていました。ハロウィンの映像が可愛いですね。撮影時は会場まであと数分だったので、入り口付近は会場を待ちわびる人たちで混雑していました。全国各地のチーズに出会う美味しい体験、チーズファンファンファン。来場者アンケートに答えると、クリアファイルや付箋がもらえました。デザインが可愛くて気に入っています。会場にはフォトスポットもありました。フォトスポットに、フォトスポットさん、それでは参ります。チーズファンファンファン大会です。ありがとうございました。チーズファンファンファンが皆様のご協力のもと華やかに開催されました。最初にご紹介をいたしましたが、今のチーズ磨きで使用いたしましたチーズは、前回の2022年ジャパンチーズアワードグランプリを受賞いたしましたフロマージュ・ド・ミエのチーズでございます。本日はこの時間お集まりいただきました皆様にご試食いただきます。これよりスタッフがお配りいたしますので、ぜひお召し上がりください。なおこちらは数に限りがございますので、どうぞご了承ください。笑顔でお願いいたします。チーズのタイプ別紹介展示です。チーズにはいろいろなタイプがあるようです。フレッシュタイプ、セミハード、ハードタイプ、ソフトタイプ、白カビタイプ、青カビタイプ、ウォッシュタイプ、シェーブルタイプ。詳細を知りたい方はチーズファンのホームページをぜひご覧になってみてください。私はセミハード、ハードタイプ、白カビタイプ、青カビタイプが好きです。お酒のウォッシュタイプを今回初めて食べました。美味しかったですが、とても癖が強く、これは好き嫌いが分かれるなと思いました。会場の様子、どこにチーズ工房があるかのブロックごとの地図、チーズ工房の紹介、奥の人だかりはチーズ試食スペースです。キッズスペースもありました。食べて楽しむファンエリアの入り口です。国産チーズどれも美味しすぎました。混雑していたので試食の撮影はしませんでした。2年に1度の開催なので、興味がある方はぜひ訪れてみてください。ブラウンチーズを初めて食べましたが、とても美味しく感動しました。上品なお菓子のようでした。たくさんチーズをいただいて大満足でした。東京ドームも見れました。おそらくジャイアンツの試合がある日なのか、にぎわっていました。チーズを食べた後ですが、ラーメンを食べて帰りました。私好みのお味でこちらも大満足でした。